北日本ではこれからだんだんと荒れた天気になりそうです。では現在の天気図から見てみましょう。こちら午前3時の実況天気図になります。日本海に低気圧があります。この低気圧が今後発達しそうなんです。夜9時の予想天気図を見ますと、北海道の道南あたりですね、付近に低気圧の中心があります。等圧線の間隔も非常に狭く急発達していることがわかります。そしてもう一つ、低気圧から離れたこちら前線、青色の前線と赤色の前線がちょうどつながっている箇所ですね、閉塞点とも言いますが、この周辺でも雪雲がかなり発達することが予想されています。では今後の雨雪予想を見ていきましょう。雨雪レーダーです。こちら見ていきますと、青色は雨、そしてピンク色は雪を表しています。動かしていきましょうか。東北北部など注目しますと、最初は雪で降っているところが多いんですが、寒気が北上するため沿岸部から日中の時間帯だんだんと雨に変わってきそうです。そして雪で降ったとしても今回は湿った雪となりそうです。湿った雪での大雪になる恐れがありますね。そして夕方以降見ていきますと、北海道道東の太平洋側でも雪がどかどか降りそうです。これも湿った雪が大量に降る恐れもあります。その他北海道以外でも北陸にかけて夜になりますと雨から雪へと変わってきます。まあ、こちらも主に湿った雪ということになりそうですね。低気圧に伴う湿った雪、こういった雪がたくさん降りますと、より雪崩などが発生しやすくなります。街中では落雪などにも十分注意してください。そして低気圧猛烈に発達しますので、北日本中心に風がかなり強く吹き荒れそうです。暴風雪になるところもあります。特に今夜から明日の朝が暴風雪のピークという形になりそうです。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。